疲れ様です。お疲れ様です。ネギスです。ポンタスです。目隠しハンバーガ ー, ー, ー3回目じゃないですか。目隠し企画第3弾です、はい、目隠し唐揚げね、ありがたいことに500くらい見ていただきまして、はいはいはい、今回はハンバーグを作ろうと思ったんですけど、はい、ちょっとぬるくねっていう競技入ってまして、はい、ハンバーガーまで行きました。なるほど、はい、で作ったことないんだけどこれさ、もともとさ、目隠し料理のさ趣旨ってさ、うん、慣れたことなら目隠しできるよねっていう、そう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 、話がさ、やったことない料理を始めるってさ、どうなんですかね。いや、僕のポテンシャルはできると思ってる。あ、なるほど、ね、ポテンシャル勝負になってくるけど。イエス。この辺かな。ひき肉、はい、ひき肉ひき肉、2種類ご用意してる。2種類って豚ですね。これ牛。おもちゃ触ってるの分かってる、ね、あ、誰だ、分かったんですね。これでしょ。そうです、ね、ファミチキバンズを使います、はい、バンズなかったんで。レタス、レタス、トマト、トマト、はい、そしてそしてって何かあった、チーズが、あ、チーズ、これさ、見えてないから思い出せないんだよね。うん、そう、チーズ、チーズということで、はい、早速作っていきます。レッツクッキング。はい、アイマスクがさ、はい、ちっちゃいのがさ、ほっぺたがでかくなったのかどっちなのかっていう、え、でもちょっとじゃあまず、うん、肉触りたいんですけど、はい、ちょっと我慢して先にトマト切っちゃいます。あ、なるほどね、はい、一番肉に触れちゃいけないもんね。確かに、うん、順番大事ですね。音ご飯で洗わないです。2枚くらい取れればいいなと思ってる。これはちょっと一旦いらないところ、はい、もう切り味を取ります。この辺だな。なんか俺やった、もしかしてもすでに。あー、なるほど。あ、なんか思ったんちゃうのこれ。まあでもこんなもんだな。いいや、こんなしか取れないことあると思って。怖いな、やっぱ怖いな俺。あ、ダメだ、ちょっと残った。もう一個使う。こんぐらいだろう。いいです、これでいきます。はい、じゃあ今日見せてください、はい、トマト。まあ今回2個作るんでね。はい、今トマト、はい、してます。あ、なんか怖いなみたいになってる。あ、すごい、えらい、捨ててる、捨ててる、えらい、ね、これ多分食べれる方なのよ。食べれますね、今食べなくていいんじゃないですか。すごい、逆光でキモすぎる。レタス開けるだけならいいか。はい、こんな、これもひな。そしたら、ボールがこの辺に置いてたんで、ボール。これはね、映ってないんだよな。音終わりじゃないもん、包丁フェーズ。意外とぬるげだったかもしれない。今回ぬるげかもしれない。見えてんのかぐらい。見えてるだろ。何が落ちたか分かってたじゃん、だって今。なんか落ちた音がした。バーン。です。はいはいはい。入った今。入ってる。バーン。俺も結構見慣れてきたけどさ、うん、結構アホだよね。えずらがね、うん。めっちゃビビってる人の腰の抜け方なんだよ。早めに。はい。ちょっとね、塩コショウしてみると。そうですね。はい、はい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 、で塩入れないと粘り気出ないんでね。そうですね。つなぎとかって何するんですか。ないです、今回は 100% です。あ、待って、終わった。俺これさすがにブラピわかんないわ。ブラピみたいに言うな。おお、さすがにブラピがわからない。ブラピわかんないな。ミルがついてるじゃん。はいはいはい、これないよ。ここに、あ、これだ。あった、これだ。ミルがついてる。もうね、合いびきなんてね、もういくらでもこう、何ですか、何ですか、それは。それは何なんですか。何のそれ。つなぎは一切使いません。はい、パーセントビーフです。はい、いきます。おお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 、両手使ったのミスじゃねえかっていう。アライグマみたいな。こんな形で。え、これ余裕じゃね、結構。だって、用意って挟むだけでしょ、うん。何がむずいんだ、このゲーム。もういいのではないでしょうか。結構、個人的には、もうネバネバしてるぜ。おー。こんぐらいかな。
半分にするとですね。半分にして玉を作って、はい、空気を、ね、なんか運動できちゃってできる系男子な感じなの。にじみ出ちゃってる。できないよ。目隠ししてるとさ、うん、変な姿勢になるよね。いや、わかるわかる。上向いちゃうよね、なんか無意識的に。そう、どこ向いてんのか、まあ人に言うのかな、これで考えたんだけど、はい、多分これ考えたいんだよね。お前さ、哲学者みたいなこと言うなよ。考えたんだけどさ、考えてるんだよね。視覚を奪われることによって、はい、常に考えるポーズ。そうそうそう。でもさ、右脳を使うときはさ、左上見るとかさ、左脳を使うときは右上見るみたいな。めっちゃ俺右上見てる今。そう、多分結構考えるとき右上とか見るらしい。あ、そうなんだ。そうそうそう。じゃあちょっと、わかりました。はい。うざ、うざ。あ、いい感じの丸な気がするしかも、ね、うん。で、しかもパティぐらいのね。うん。火はね、つけずに。油も引かずに。そう。形とどめるかな、大丈夫かな。とどめる？練るよりさ、なんかゴツゴツしたハンバーガーなんかうまくね。肉肉しいか、ふわふわ系かってことだよね。肉肉しいね、これ。まあ、ハンバーガーにするならね、確かに。で、これ今、いい感じだと思う。いい感じになりましたか。あ、いいんじゃない？お、はい。はい。そしたらさすがに手洗います。はい。じゃあ、入れていきます。はい。じゃあ、いきまーす。はい。ちょっと火は中火ぐらいにします。はい。ちょっと。待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。この辺ですね、位置は。はい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 。ああ、いい匂いするね。うん。牛の香りが。香りがね。俺がさ、ちょっとここも出るし、豚入れたらいいんじゃないって言ったじゃん。でもさ、最悪生だったら、まあ、牛だけの話だよ。確かに。今思った。作ってたら、あの、刺して透明なものが出てきたのとかわかるんだよ。うん。でも見てね。見てね。見てねかった。ほら見てください。ほら見てください。透明な透明ですよ。ブワーって赤いの。それももう。ひっくり返そう。あ、作戦はじゃひっくり返して、蓋をしたい。イエス。あ、やばい、終わった。あ、乗ってない乗ってない乗ってない。乗ってないね。乗ってないね。あ、無理やこれ。無理。これ無理だ。多分無理だ。無理。何が起きた？何が起きた？え、待って、マジで無理だこれ。もっとグッていかないと。あ、そう。そう。あ、あれなんか乗ったぞ今。あ、来てる来てる来てる。行ったじゃん今。どこ今ここで行ったんだけど、いないんだけど。なんかすげえ乗ってる。あ、来た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 。お前が行ったって。今ね、こんな感じです。はいはいはい、はい、いはいはいはい。うわ、素晴らしい。でもパッティって熱々じゃないこと多いですからね。確かに。もうパンティみたいな言い方でパッティって言うな。言ってないって。でもパッティパッティパッティ。いきまーす、はい。オープンザパンティ。オープンザパンティ。どう？めっちゃいい感じでしょ？ああ、なるほどね。なるほどね。じゃあ刺してみましょう。あれ、なるほどね。刺してみましょう。そうなるのね。刺してみて、透明な汁が出たら嬉しいと。ちょっと見たいですよ。はい。はい。ほら見てください。ほら見てください。透明な透明ですよ。ブワーって赤いの。それももう。はい。これが透明だといいねと。赤いと生だねと。多分透明です。はい。多分透明なんですけど、はい、一旦ひっくり返すかな。うまこれ。おえーうまー。ヘリですねこれは。ヘリよね。ヘリを使ってたね。どうですかね。じゃあちなみに、はい、うまそう。どういう思ってたのとどう違う。ちょっとさ、形状を確かめてほしい自分で。いや、あの、まあ厳密に俺も言っちゃうと、はい、見事なげんこつハンバーグが2個できてる。え、スタート時から？
いや、焼いて膨らむんだね、肉ってね。ああ。なんかおしゃれなハンバーガーになりそう、なんか。こういうハンバーガーあるもんね。ほんと？あの、ちっちゃめで高さがあるハンバーガー。ああ、はい、はい。ああいう感じなんじゃない？俺はね、あの、マックみたいなパーティー見出したんだけど、それとはちょっと程遠い。マックのパーティーって、俺マックでバイトしてたことあるんで分かるんですけど、うん、元がね、まな板ぐらいのあったんだよ。へえ。で、あれプレスしてやるから。あ、じゃあプレスしなきゃいけなかったんだ。そう、なんかさ、よくはさ、うん、あるじゃん、ギューって押してない？確かに確かに。押してるわ、やつらって。あ、まあいいんじゃない？いいんじゃないっていうか、まあ。うちヒント来てもう一回ひっくり返してくれ。もう一回ひっくり返してみたら。ちょっとやって。おう！エントリー。めっちゃ腰引けてこれ。大丈夫？フライパンを拭いて、まず焼く。めっちゃ熱そうだけど大丈夫なんですよ。大丈夫。これなんかね、うん、あの流しがちょっと面白いね。チーズ乗せたかなきゃ。熱いうちに。2枚。はい。1枚ずつ乗っけたいと。イエス。お前、うまいな。目隠し、目隠し料理うまいな。俺うまい、うまいセンスを感じる、自分でも。こっち見ながらでもできるのおもろいね。俺ね、うん、センスを感じてる自分に。自分、センスを感じざるを得ない。うん、ほんとにね。禁じ得ない。センスの塊である。ウェーイ。あ、こうなってるわけね。うん、あ、オッケー。いや、なんで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 、これどっちかって言ってやっぱ流しのセンスも相当高いと思うんだけど、流しセンス高い、流しセンス高い、だいぶトランプタワーみたいになってる。ウェーイ。おい、やめろお前、お前やめろ、お前のファミチキサンドしてるじゃねえかよ。おい、俺誰かファミチキだぜ。タルタついてんだっけ。でもいい、気にしない。あ、めっちゃいい匂いする。こいつを、こいつをエントリー、センターエントリー、センターエントリー、これセンタリング、センタリング取れてる。うん、ねえ、はい、こいつ、はい、お、お、ちょうどいい量、エントリー、エントリー、オッケーオッケーオッケー、すげえいい今。はいはいはい。で、この上にトマト、うわ、ウィー、いいよ、素晴らしい、ウィー、いいよ、いいよ、チーズ、はい、よしよしよし。そして最後に、はい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 、あー、 なるほどね、最後に、なるほどね、こいつを、はい、乗せて、はい、おいい、おいい、で、ここにあった串を、串を最後に、最後に刺せば、あら、完成です。おい、ちょっと目隠しハンバーグ、目隠しハンバーグ、ハンバーガー、ハンバーガー、なるほどなるほど、センスを感じた。じゃあもう一個作ってもらっていいですか、はいはい、一応ちょっとこれじゃあちょっとこれ、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。手応え的にはどうなの。うん、めっちゃ感じた。なんかよかったよかったよかった。逆にできてない点なさそうだった。なるほどね。 C って言うならまあ肉だよな。持っていきますよ、はい、この仕事で使った T シャツまだ使うのやめろよ。寝巻き寝巻き、こんな感じですね。これ俺の、いや、自信しかない、今自信しかない、自信しかない。いただきますね。ガブッといっちゃってくださいよ。あ、すっごいうまそう。重量感めっちゃある。いただきます。あ、なんかすごい。変通ってる。あ、じゃあちょっとそのまま変えて取っちゃえば、目隠し。いい、うん、はい、せーの、ジャンプ。天才じゃん。ちょっとさ、分解してみたよ。したら、まあ、パンのやりとかやつ、うん、すごいね。なんかあるよ。え、待って、これさ、食ってみ、これバカうめえ。本当に店店、うん、めっちゃうまい。これ皆さん、ハンバーガー目隠しでお店こういうのがハンバーグがめちゃんこうまい。いただきます。まあこれはでもあそうだね。ああ肉感、うん、うまい。俺これめっちゃ好き。
うまいね。お腹かいつまない。これ後も作んのに。作んのに。他の人できんのかね。パイセンまだやってないよね。パイセンはでもそもそも料理スキルが違えからさ。うちスキルが違うからさ。なんとも言えないけど。いや、パイだ、だ、見たいよね。逆に。ああ、逆にね。そう。それでも、できんのかって。食いたくないもん。そんなこと言えないの。あの、よかったなと思ったら、チャンネル登録と高評価。あと、ほんとコメントもお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんで?あ、すごい、コップを軸に。脳のコップを軸に。あ、で、これね。なんでこうなったの?え、俺ちゃんとセントリーに、セントリーって言っちゃった。